傘をさしてこの手己だけに塞がれて、やがていつしか雨は上がって、この手はどこへ向かってゆくの。誰かに差し伸べるかのように、差し伸べてくれた手握るように。うまく笑いたいよりも下手に泣きたい、こらえずにこぼせたなら心から笑っていて、泣かないでいいよよりも笑えるよ、同じ涙のない時なら笑っていられるように。19ぐらいから30代ぐらいの幅広い方に来ていただいてます。もちろんベーシックとか基礎も大事にはしてるんですけど、それ以上に形を揃えるとかよりも自分の気持ちをどんだけ踊りに出せるか、表現できるかであったり、ストレス発散でもいいし、感情を込めて踊りたいでもいいし、自分のマインドがどれだけ表に出せるかっていうのを大事にして伝えてます。いろんな人大ウェルカムなので、ストレス発散でも感情表現でも出し切りたい方、いつでもお待ちしてます。強く握りしめすぎて結局壊してしまう矛盾ばかりで。